ごいな、サウナでカップ麺いっぱい、すげえ。いや、よかったです。それでは、楽しかった。アンジコプチャンマクチャンマシッソナンバー10 What do you think? Which one is good? いやー、ここのサウナめっちゃ良かったです。グリーンビールサウナ、24時間やってる。朝めっちゃ早い便で着いた時にすごい便利だった。地下鉄もすぐそこにあって、半月堂駅ってところ、僕はバスで来ました。いいっすね。ローカルのスーパーもありますね。辛ラーメン売ってる。一袋いくらなんだろう。4900か。4900ウォンで5個入ってる。アンジランコプチャン屋通り。コプチャン屋通り、本でじゃない、どこだここ。テグの、有名なストリートに来ました。ここです。よっしゃー。11時からオープンで、まだ10時なんですけど、ちょっと先にうろちょろしてみたいと思います。なんかね、サウナに行って、サウナの入り口の人に10番がいいよって言われて、アンジコプチャンマクチャンってところがいいって言われたんで、そこを探していきます。まだやってないと思うんですよね、基本は。だいたいね、お昼過ぎから開くよっていう感じだったので、これですね、このコプチャン。なんだって、小腸大腸みたいなやつで、これがめちゃくちゃ美味しいらしい。なんかテグといえばこれって言われて、初めてテグに来て、いやー、テグいいっすね、めっちゃいい。なんか落ち着いてる街並みですごい好き。なんか第3の都市って言われてて、あ、ここはもう空いてそう。もうね、このお店ばっかあるらしいです。あるらしいというか、ある。もう逆にそれ以外ないんじゃないかぐらいの勢いで、やっぱ朝来る観光客もいるから開けてはいるけどって感じですね。僕も10時から食べようと思うので。なんか韓国の面白いところは、このなんか絵かわいいんですよね。さっきからちょっと気になってて、絵がすごいかわいい。そして韓国車がめちゃくちゃ多い。韓国車と外車ばっかで、日本車あんま見ないですね。あるとは思うんですけど、てか僕しかいない。早すぎたか、さすがに。こんな感じ。すごいな、結構奥の方、こっちの方まで全部こんな感じであるんだ。やった。おお。クーポンブック。早速やばいって。コプチャン、マクチャン、マクチャン、マクチャン、ね、手羽。美味しい、美味しい。テグフェイマス。うん、オッケー。
まそう。店員さんめっちゃいい人。いただきます。めっちゃシャオダビッグビッグあースモーケリーケあケリー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 あーよしケリGood, good. Midge, Kitty. いただきます。絶対うまいやん。いただきます。うまっ。うん。マジそう。うん、うまい。うん、味噌だれうまっ。めっちゃうめえ。プリップリ。うまっ。いただきます。うますぎる。うん、新鮮やな。玉ねぎ。青唐辛子。ニンニク。いただきます。絶対うまい。ワンアウトアウトアウト。うまい。やっぱね、新鮮。おお。おお。スープが来た。ご飯。おお。朝見た。ねえ。隠れた。レナウルツ KIA レナウルツって俺初めて見たかな。で、あっちにはヒュンダイで、こっちこの電動自転車がいろんなとこにある。妹のお土産買ったので、とりあえずこれで任務は達成。なんかここが多分中心街っぽいところに来ました。おお、めっちゃおしゃれカフェ。いやいいね、この通り、若者の街って感じで。おお、なんかおしゃれ。いいね。カフェとかが多くて若い人が多い感じ。
テグの中心街かな、多分。いいですね。めっちゃいいカフェだったここ最高。それでは バイバイ。デリシャスリッカーストアだな。スターバカカオバイク。うまそう、ちゃんぽん麺。おお、いいね。おいしそうです。いただきます。出前のやつね。いやー、総じていい旅行でした。一日もないけどすごいテグ充実してたわ。いやー、よかったです。テグ楽しかったわ。それではバイバイ。福岡に行きます。それでは。
航空テグ発福岡行きになります。横は大韓航空、これは国内線です。テグから違う空港の国内に飛んでるやつです。多分ソウルとかチェジュとかかな。結構人も出る感じするの。新幹線でも行けるし飛行機でもテグは行けるって感じですね、国内線は。いや韓国12時間ぐらいでしたけど、12時間もいなかった、10時間ぐらいか。めっちゃ満喫した。ほぼ寝てないというか僕のスケジュールでちょっと頭ぼーっとしてるから機内で2時間ぐらいだけど寝ます。では結局弾丸旅行でした。ゼロ泊バイバイ。この時と機材が違いますね。この時と席が重厚感がある感じで、もちろん綺麗ではあるんですけど、ちょっと古めの機材が出てきました。飛行機の音が出てきました。